デビット・ジェームス・アブ・ラジーズはアメリカ合衆国のミュージシャン、ソングライター。1991年から1994年までロックバンド、パール・ジャムのドラマーとして活動した。コネチカット州のスタンフォードに生まれ、テキサス州のメスキートで育ち、ドラム演奏を始める。高校中退以降は音楽活動に専念し、様々なバンドでプレイするようになる。 1991年にパールジャムを脱退した友人のドラマーであるマット・チェンバレンから電話でパールジャム加入の依頼を受ける。自身の音楽的思考とパールジャムのメンバーの音楽的思考はかけ離れていたが、アブラジーズはバンドへの加入を決め、8月に加入後の初公演を行う。その後もデビューアルバム天のサポートツアーにも帯同した。その後もアルバム VS バイタロジーのレコーディングに参加するが1994年8月にその他のメンバーとの対立によりバンドを脱退する。1997年に新バンドグリーンロマンスオーケストラを結成しアルバムプレイパーツアイヴをリリース。同年にガンズローゼズのアルバムチャイニーズ・デモクラシーのセッションに参加するがアブラジーズの演奏パートは収録されなかった。 その後もヘアリーエイプス BMX に参加し2000年のアルバムアウトデーモンズで演奏の他にプロデュース、ミキシングを行った。現在はザ・ IMF のメンバーとして活動。ありがとうございます。